watch out. They said I won't see you coming. Bounce out for sure. One blink out.はいどうも、週末アウトドア家族です。今回なんと久しぶりに、ハイエースのカスタムの動画をちょっと撮りたいんですけど、後ろは前終わったって言ったんやけど、ちょっとずっと俺は気になるところがあって、まあ早速ここなんよ。このマフラーね、これが後ろから見た時なんか あんまりなんよ。ビキちゃんで見えねん、後ろから見たらな。でそこでみんな専用設計とかのハイエースとか書いた、マフラーカッターっていうのをつけてんねんけど、ちょっと今回シュールやな。今回違うのをちょっと買ってみて、それがこれです。まあ、これは隠されんかった、すぐバレました。あー、なんか見たことあるかも。これ伸ばす系なんや。伸ばすっていうか普通のあれにそれをこんな感じでつける、これがセイワのマフラーカッターになってます。そうだから、これは何にでも合うねんけど、専用じゃない、普通多分専用つけんの、あえてこれにした。これがちょっと広いの、そのあれはごついの、ゴツゴツ感を出したいってこれにしました。はーいじゃない。どういうはーいやで、ほんまはこれをマットブラックに塗ってでつけたかったんやけど、ちょっと配達のあれで間に合わなくて、とりあえずどんな感じか気をつけてみます。でまあまた後日これを塗るっていう感じでまた動画上げたいんで、それだったらつけれそう。ほんなやってみて、とりあえず無理やったらやる。でも下行かなあかんやん。いや見えてたマフラー、それにちょんってやるだけや、うん、磁石やから。じゃあ開けてみよう。磁石やからに突っ込めよ。磁石ちゃうの絶対ネジやろ。あ、そうネジ回さなか、はい、じゃあ早速つけていまーす、はい、おおおお、めっちゃあれやな、思ってたよりでかい、でかいな、ええやん。これがほんま普通はどうなんか知らんけど、こっちの楕円というさ、もうちょっと、まあ、続けやな、分からん、口みたいな、結構ええ感じになると。バスの口みたいな。バス魚あんま知らんけど。でこれとこれをネジ、ネジがつく、あ、回すやつもついてる、うん、それ持ってきてと、こんな感じで、ね、でこの説明書の通りに、とりあえず仮付けてかな、上にネジ2つと下に六角ネジ1つを取り付けました。これ1回ちょんポンってつけてみよう。はい、はい、つけてみます。お願いします。お願いします。わ、なんか口開いてんで。すごい、もうはめ込んでネジペッてやるだけだな、うん、で、周りさんって、お、見てどう。あ、見たことある、ある、見たことある。ま、街中でこれが黒って考えて、いい感じやるぞ、白の、うん、統一感、うん、あ、ほんでこれ黒な、あ、そうそう、絶対黒やな、塗装するから、はい、出すメッキしてんのに自分でメッキつけたのさ。確かに今とこあやってたもん。そう、機能届くよっていうか届かんない。どう言われない、ね、あ、ええよなこれ、うん、じゃあ次はね、ネジね、俺か。やって言うたので、この2つがあったんで多分これでもう1個長くして。すごいなこれ、職人っぽいね、うん、あ、横からな、マフラーっていうか、下すげえつながってる、はい、
はい、一通りつけ終わって、はい、とりあえず塗装前で、はい、まあ、簡単にとりあえずつけてみました。はい、3、2、1、はい、3、2、1、オープン。じゃじゃーん、じゃじゃーん、もうめっちゃ合ってない、いいね、いい感じやろ、いいやん。これが今ちょっとシルバーやから、うん、ちょっと引いてくれ、一回閉めるわ。ほら、なんか雰囲気全然ちゃう。ってあんま思ってない。ちゃうやん。え、わからん、この感じわからん。結構でも大きいと思ったけど、つけたらやっぱ普通やな。あれだけ見たらグラムスあれ、うん、ちっちゃく見える。まあ、ある内ではあれ、あれ値下げの感じがします。でこれが3000円ぐらいで、でまあ塗装するといっても1000円、2000円、1000円ぐらいかな。綺麗がいっぱいになってきましたね。もう後ろは何も触りません、これで。やって覚えました。最近覚えた。でちゃんとあの塗装してつけるときはもうちょい後ろまで出してギリギリまで行きたいと思ってます。でも明日には明日届くんかな、明日塗装できたらいいなってちょっと思ってます。だから次の動画は多分塗装の動画に。何やねん、そのなんちゃら機能みたいな。いや、ええわ、めっちゃええ。伝わるかな、これ伝わらんな。なんか動画だとこうちっちゃく見えねん。何か何回言うねんってなるわな。出会ったら見てください。道で。あいつつけとるわぐらいのっていう、また結局僕がやってしまいました。で、まあ、マフラーから次塗装やな。 OK、 じゃあこういう、今回はこういう動画でした。はい、ありがとうございました。いつものチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後までありがとうございました。ありがとうございました。Come